こんにちは、ミッドウェストの村井です。草木です。佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや、2020年も上半期終わってるの知ってました？気づいてました？早いです。上半期って何？6月末までだった。そうです、そうです。ああ、そうです。いや、上半期だよ。ファッションの、いや、もう半年経ったってこと。そうです、半年経ったってことです。上半期って言いたかっただけなんですよ。あ、そう。年度で言うと4月からだから。まあ、そうです。まだ四半期ちょっと、うん、まあ、そうなんですけど、まあね、上半期だけでも結構ファッション業界じゃなくても、まあ、社会的にもいろんなこうニュースがあるじゃないですか。いや、もうだってコロナがあったからね。あ、そうです、そうです。2ヶ月間僕らだとお休みしてたことなんて、もう、はい、全体もう今頃さ、だってオリンピックやっててさ。いや、そうですよね。海外の人めちゃくちゃ来てて、もう万博もあって、はい、英語の練習してたもんね。そうですよね。いつぶりってぐらい英語の勉強とかも本当にしてましたけどね。うん、はい、っていう感じに思ってたのが、だって今年の頭ぐらいだもん、ね。はい、まあ、そう思ってた矢先にコロナとかがあって、またなんか違うなんか仕事の仕方とか、なんかいろんなことを学ばないといけないみたいなことになっちゃったんで、まあ、僕らだけでもいろんなファッションニュースがあるじゃないですか。ファッションニュースね。ファッションニュースあります。っていうので今回はミッドウエスト的ファッションニュースみたいなことで、はい、一人一つこうトピックを上げながら、まあ、なんで3つぐらいテーマ絞って、うん、まあ、フリートーク的な、今回はフリートークという、はい、感じでやっていこうかなと思ってます。髪切った？ちゃんとあります。あ、坊主じゃない？あの、坊主じゃないです。ウルフ卒業したんや。ウルフ卒業しました。ちょっともう、あ、暑苦しいなと思って汗かきなので。そうね、勉強になります。まあ、じゃあ本題いきましょうか。はい、本題っていうか、まあ、じゃあトピック的に順番どうします？もうでも、うさきさんから。じゃあ僕いいですか。はい、僕は一番最近あのファッション2020で突き刺さったファッションニュースはやっぱり、はい、あのオンラインね。そうです。もうズーム、あの休業中はズームで会議したりとか、なんかこうね、はい、ズームで接客できないかとか、いろんな案出て、はい、やってて、で今ちょうどあのパリコレクションもあの動画配信で見られてる方もいるかと思うんですけど、デジタルファッションウィークなんて、そうすごいですよね。デジタルファッションウィークにもこれからなっていくっていう、もうスーパーブランドがお金を保持したいコレクションはさておき、もう普通のデザイナーさんはやっぱり今はもうあのニューノーマルで小さくスモールだけど面白いことしたいっていう、はい、ダンスになってるんで、うんうんうん、で今それがコレクションの後にはもちろん僕らがやってるあの買い付けって言われるような来年の2021年の春夏 の、 あの買い付けが始まってる中で、だからリモートショールームっていうのが開かれてるんですよ。そうですよね。いつもだって僕とか藤崎さんとかだと実際に、あ、そう、出張ね、出張で東京に行って、まあ、デザイナーさんにこう直々にお話聞いたり、商品素材とか見ながらやってた買い付けがリモートになってきてるってのは、これが一番あの新しいみたいな。で今日ちょうどこの、もう皆さん超楽しみに使ってると思うんですけど、はい、サリバンさんこれ記事のサンプルがこう入ってた。そうなんです。でちょっと画像とかで商品のお話をズームで聞きながら、じゃあ次どうするかっていう話にもちろんなってる。こんなこと前代未聞だし、そうですね。でもよりこれからそのなんていうんですか、お客様もこうやっぱネットで見て、はい、あの物を買うっていうのがもう自然になってくるんで、はい、僕ら自身がやっぱりこう直接物を見て、はい、あの触らないと物が選べないとかっていうのをもちろんアップデートしていかないといけないと思うし、はい、今までこのオンラインってあのちょっと喋らせてね、はい、物を安く買うためのツールっていう感じで発達してきてると思うね。安くもうネットに最安値があるみたいな、 そうですよね、そこだったのが今やっぱりこう消費もスローダウンしてきて、はい、でこういう感じであの僕らのものもネットでちゃんと伝えて、こうこの Zoom とかでやり取りした人と一緒で、はいはい、あのテクスチャーとかを伝えながら物を買うみたいな感じに、うん、オンラインというかネットオンラインもあのそういう感じになってくるんじゃないかな。
ちゃんと伝えるツールとして、本来そういうものだと思うから、そうですね、伝えるツールとしてつながっていく感じになっていくかなっていうか、僕らの商品どっちにしてもその価格競争にはもう入るゾーンではないし、そういうものを扱いたいなと思ってやってるわけじゃないんで、オンラインでもいかにこう体験していただけるかみたいな、YouTube しかり、そうですね、お店しかり、インスタグラムしかりでやっていく感じになるんじゃないかなっていうのを、このオンラインショールームっていうのを通して、僕らも営業の方に商品を教えてもらうことだし、それをお客さんをフィードバックするわけだし、エクスペリエンスですね。何それ？体験。あ、エクスペリエンス、最近読んでる本に書いてたんですよ。ミネラルウォーターの名前分かったもん、ね、最近読んでる本に書いてたんですよ。太字で。あ、そうなんだ。太字マッキーで書いてたんだ。太字マッキー。ちょっと言いたいなと思って。そうそうそう、なんかそういう感じに、はい、ネットショールームっていうのから僕はなんかネットの価値がなんかそういう感じになってるんじゃないかなと思った。はい、なんかサブスクとかに逃げるんじゃなくて、やっぱちゃんと商品のこと伝えるってことに特化していくことが、はい、ニットベストとしては重要だと感じました。なってくる、はい、と思います。はい、上半期でした。はい、はい、いや、今日のジョン・ローレンス・サリバンの展示会も楽しみですね。いや、めっちゃかっこいいよ。はい、これ、ね、お期待ください。見てるんですけど、見せれないんですけど、はい、撮影日は29日なんで、ちょっと今から。撮影日じゃない？あ、今日のこれ。あー、7月のね。はい、まあ、そんな感じですね。じゃあ、次どうする？佐藤君、さっきやりたい。いや、最後にしましょう。あ、わかりました。じゃあ、続いて僕行きましょうかね。はい、はい、僕改めてやっぱりこの人気になっちゃうなって人がいるんですよ、最近。え、何？あ、そんな話？あ、そういう恋愛系じゃないですか。どっち系じゃないですか。これ？あ、でもどっちかというとこっち。あ、そうなんだ。怖いな。大丈夫かね。放送で大丈夫です。コンプラに引っかかるじゃない。やっぱりバージルアブロすごくないですかって。そっち。あ、そっちか。話です。まあもうあんまりブランドの説明とかいらないと思ってるんですけど、まあ、ホワイト、ルイ・ヴィトンを実際にやってるバージルさんだって、この間ハイプビーストで出てきたニュースとかだと、もうメルセデス・ベンツとコラボレーション、すごいですよね。ファケットよね。そうです。俺ギャグなんだと思ったね。あれ2点ってやって、なんこれと思ってたら普通に本当に流れてきたんで、ベンツのアカウントにもだって。あ、そうなの。もう3、4枚ぐらい匂わせ投稿的なの上がってたんで。もう、はい、休めれないよね。はい、でもすごい、自分のあのインスタグラムでも、なんていうか、ズームでミーティングしてるっていうか、出してるよね。ずっとやってますよね。なんか消されてる人とかいるもんね。誰やろこれみたいな、ね、何かが動いていってる感じが、うんうんうん、なんかそういうのもあって、やっぱりこの人すごいなっていうか、インスタでもあんなに忙しいのに、なんでこんなずっと出てくるのやるってぐらい。いや、てかやっぱり今逆に、はい、そこに行かなくても仕事できるっていうのが一番できてる人なんじゃない。そうですよね。その自分でも言ってるぐらいね、今の働き方みたいなのもずっと、そのコロナ以前からやってて。あ、そうだよね。で、コロナ以後のまあもうなんていうんですかね、定番化される仕事をもうすでにやってた人。そうだよね。多分こう他業種の人からもこれからもっと注目されると思うんですよね。そうだよね。そう言われてるから。そうだね。まあ、それに伴ってやっぱり車とのコラボレーションとかで、やっぱその車好きな人が見たりとか、てかまあビトンとか、自動化とかだって、はい、ビトンとか、まあ、オフホワイト買ってる方とかにはいいコラボしてないけど、穴入ってるのかな。いつもやってますから、最近はあれが一番シグネチャーって言ってますからね。気に入ってるのが、まあ、車あんま知らないですけど、ベンツの G クラスらしいですね。 G クラスっていう、車といえば佐藤君じゃん。グランツーリストやってるじゃん。グランツーリストはしてないです。グランツーリスト何だったっけ。車ですか。グラス M なんで実車じゃないです。あ、そっかそっか。あ、そうなの。まあ、じゃあその話は広げておこうか。誰も勉強は持ってるって感じくらいだと思う。なんか最近それでバージルでなんかまた改めていろいろ見てたら、やっぱりシュプリームのサンプルのやつとかもすごい好きなんだよね。シュプリームのサンプル、あのフィギュアオブスピーチって、あのシカゴで初の個展やってたじゃないですか前に、うん、
あれの時になんかシュプリームとコラボしてるサンプル品みたいなの展示してて、販売してなかったんですけど、そのサンプル品をなんかどっかでサンプル品数点だけ販売されてて、うん、それの値段がいくらやと思う、佐藤君。3000万。いやいやいや、それは行き過ぎやわ。200万。いや行き過ぎやわ。123万。え、ちょいちょい、どんなやつ？シュプリームのボックスロゴに、うん、あのアメリカのなんか昔のなんか柄かわかんないですけど、なんか赤、緑、黒みたいな、なんかこうパンパンパンってなってるやつで、へぇー、すごいね。123万。 123万。 T シャツが、 T シャツ、ボックスロゴ、もともといくらぐらい？まあ8000円とか9000円で、なんかまあもともとボックスロゴ自体もレアみたいですね。なんかそういう既存のものに付加価値をつけるみたいなのがやっぱり素晴らしい方なんで、まあ、これからもまあ見逃せないなっていうお話です。はい、オフホワイト8月8日立ち上がりです、よろしくお願いします。あ、そうですね、忘れてました。はい、まあ僕はこんな感じですかね、佐藤君。はい、じゃあその曲何日かで聞いてないから、ね、そうです。いや、まあ僕あのこの動画を撮る前日にあのまあ、撮るから考えといてって言われてずっと考えてたんですけど、僕が最近感じたファッションニュースは、多分ファッションニュースって、はい、あの今このタイミングで何か話すとすれば、例えば一世三宅がブランドを休止するとか、あ、ニュースって、あ、うん、まあ、そういうのが結構タイミングで、はい、メンです、はい、もういいのかなと思ったんですけど、うん、じゃないとところをちょっと攻めたいなと思って、最近僕が感じたことにしようかなと。で、はい、でそれは何かというと、あのおしゃれって何かなっていう話を。あ、自粛中に考えた。そうです、そうです。おしゃれとは何か、原点回帰的な。そうです。で、まあそれも一つちょっと、まあ、話があって、その話にまず至るまでに、あのシルバー哲也ってご存知ですか？知らん。あの85歳の新キャラ。あ、85歳のおしゃれなおじさん、はいはいはい、あれって息子とかが撮ってんじゃないの？あれ息子が撮ってます、ね、お孫さん。あ、そうです、あのお孫さんです。あ、はい、あ、まあ、書籍化された。あ、そうです、そうです。東京で展示というか、その写真展もあったりとか。あ、そんなのやってんね。そうなんです。あの人を見てて、なんか年とか体型とかってなんかあんま関係ないかなと思って、でしかも結構派手じゃないですか、オフワイト着たりとか、うん、そのお孫さんの服を着てるんやろ。はい、そうです。いろんなジャンルのロエベとかも着たりしてて、いろんなものを着てる中でハイプビーストだね。おしゃれやなと思う反面、でもこれを好きじゃないっていう人も、もちろんその僕の周りの友達とかにもいるわけで、まあそう、おしゃれじゃないって言ってる人もいるんですよ。だから、おしゃれって何なんかなってその時ふと考えて、まあいろんなドロップサイト、ドロップサイトあのドロップ東京とか、ああいうスナップサイトみたいなのもよく見ますけど、はいはい、まあ、その中でもいろんな多分意見があると思うんですよ。僕もめっちゃおしゃれやなと思う人もいますし、うん、って思う人ももちろん、これは正直に言いますけど、やっぱあるじゃないですか、そういう好みって。まあ、せやな、好みだからね。はい、まあ、好みなんですけど、あ、もう結論好みなんですけど、まあでもそうなんです。それを最近考えて、おしゃれって何なんかな、ね、うん、結論は好みってこと。そうなんです。自己満なんですよ。最近何に至ったの？結論ですか？いや、好みだな。え、それは一番おしゃれだなっていう方向性は何なの？おしゃれな人はこれか。いや、また仕入れてきた。怖い。販売品の渡し入れてきて、ちょっと買いたかったんですけど、ちょうど僕その時にまだまあこれあれですけど、まあ、車販とか使えないタイミングだったんで。分かった分かった、ちょっとそこ広げて。そのおしゃれだなって思う方向性みたいな、そういう強いものなのかな。いや、というわけでもないです。なんかその例えば両竹島さんみたいな、ああいうクリーンな色味のモードで全身トーン合わせて着てるっていうのも、うん、おしゃれだなと思うし、全然僕が着てるタイプとは違うと思うんですけど、逆に言うとサイバーみたいな強いのもかっこよくて、でもテック系のものもすごくかっこいいなって思うんです。だからいろんなかっこいいがあっていいと思うんですけど、うん、そこで結局なんか好みかな。ただかっこいいを追求してる人がかっこいいということ。ああ、まあそう。
あ、そういう、そうですね。それもどうなんだろうね。わかんない。考えすぎは良くないね。考えすぎは良くない。俺逆に、見なくなるな。俺だから30、はい、今年6だからぐらいの感じだと、やっぱりこう、あの飾ってない方がかっこいいと思うね。素でかっこいい。まあもう中学ぐらいから服作ってたら、はい、でさ15年ぐらい、半分ぐらい服作ってました、まあ、そうじゃなくてもだけどね、なんか飾ってなくてもかっこいい。あ、僕逆っすね。だからもともと入りが多分17とかぐらいからなんかデザイナーズみたいな買うようになって、結構クリーンな方から入ったんですよ。なんかサリバーのベーシックなやつとか、なんかそういうのから入ってきて今24でも自由に着ることが一番ファッションだなと思って、足して足して派手なら派手な方がかっこいいと今思ってるっていう状態です。また変わってくるんでしょうか、僕は。まあ、その中で抜け感をどう出すか。そうですね、ことも含めて、はい、佐藤。いや、僕はなんかそのお店に入ってこうスタイリングとかするってなった時になんかもう、いや、そんな自分が今まで思ってたかっこいいとはまた全然違くて、なんかもう分からなくなってきました。いろんな人来る、ね、今もう瞑想っていうか、どれがかっこいいかわからないです、正直。何がかっこいいか、いや、もちろんかっこいい服、スタイリングってあるんですけど、自分が思う、自分がしたいとかって思うものはちょっとわからないです。多分それが、どうなんですか、定まってくるんです。これから勉強だね、じゃあ、はい、自由だーってことなんじゃないそれも知らないもんね世代感じですね。いや、知ってる、知らないです。それ脱線しちゃったね。おしゃれね、おしゃれに、じゃあ、はい、あのおしゃれを考える下半期、じゃあ、はい、俺も全然わかんない。自分が思うおしゃれとはってコメントしてください。じゃあおしゃれと、そうです、何です、タグ付け、いや、コメントで、あ、コメント、コメントで、コメント読みたいんで、あ、ごめんなさい、よろしくお願いします。はい、にぎわっていけばいいですね、そこもコメント欄、はい、うん、じゃあ、そのとこ締めてください。はい、では、8.8 でしょ。あ、そうです、8.8、あの立ち上がり日なので、ぜひよろしくお願いします。お待ちしております。はい、お待ちしております。どうもご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。